ルービックキューブやろうかなと思っておりますから20あ携帯と違うねんてん点どこだああった2030からルービックキューブルービックキューブしますびっクリマークよし こんんばはギスターありがとうございます。ひろしさん、たこ。まゆこちゃん、キュンキュン。平らおさん、お疲れ。ありがとうございます。タブレットはまだ変えてないです。まゆこちゃん、キュンキュン。ありがとうございます。ついて。でるはりさん、キュンキュン。ありがとうございます。<laughs> で配信できてるかなっていうのは不安ですよね昨日止まっちゃったからね <laughs> リュウさんキュンキュンありがとうございますいや <laughs> いろんなルービックキューブ挑戦してほしいあのプレゼントでいろんなルービックキューブいただいたんですけどあの崩すのが怖くてできないっていう1個2個はいすぐ戻すみたいなことしかしてない <laughs> そう 本当にね、崩すのが怖い。戻せなくなっちゃうから。りゅうさん、<laughs> <laughs> ありがとうございますじゃ。こんばんは。ありがとうございます。山ピさん。わろた <laughs> 今日もネイルしてる、撮ってないです。爪がなんか伸びるまではいいかなっていう感じでーす。<laughs> そう。<laughs> こんばんはみずきさんこんばんはおさげ髪シしょこちゃんたけるんさんだいぶ長くなりましたよねもう切りたいよ <laughs> おまめさんキュンキュンありがとうございますなんか長すぎると私の中で長ってなるので長ってなったらいつも切るんですけどもう長っていうのを超えてますもう長すぎ <laughs> 長すぎでーす 反発式こうやってここらへんこれぐらいがいいですよね切るなら結んでなかったらちょっともうちょっとしんだけどこれぐらいがいいこんぐらい切りたい <laughs> 乾かすの大変15分ぐらいかかるかな <laughs> ピロピロ T さん <laughs> ありがとうございますそうこんばんはありがとうございます髪の毛切りに行きたいですよね まあでも多分染めてるメンバーの方がとか染めてる方の方がビヨン行きたいってなってると思う <laughs> 不倫になってきちゃうからねひらさんお団子ひかるさんもてよーしょうほさんもてよレグルさんキュンキュンピロピロティさんかわいいひらさんチューリップありがとうございます切らないで長すぎません二十 <laughs> 秒で顔も <laughs> じゃないですか ね、え、プリンって言いませんなんかこう、例えば茶色だったら、ここは黒で、ここは茶色みたいになって,って、<laughs> そう。ね、そしたらもう早く美容行きたいってなるよね <laughs> 言う。言いますよね。なんでプリンで笑われたの <laughs> ねえ。<laughs> 牛坊さん。バラありがとうございます。嬉しッシオートにはしないけど。 いううありがとうございます一番イコラ部入って一番短かったのがこれぐらいかな手遅れコーションの時が一番短かったてかもともとこれぐらいがいつも切る時はここぐらいなんですよだけど最近ロングの方ロング派の方が多くてメンバーもロング派で結構周りのスタッフさんもロング派だったから ロングにずっと切るとしてもなんかこれぐらいこれぐらいこれぐらいの長さもう見えないショールームじゃ切ったかどうか分かんないぐらいだったんですけどそうこの期間だからねもうなんかこれぐらいでもいいかなとか思っちゃってるけどすぐ伸びるしヘイブンさん尊いありがとうございますそう前髪は自分で切るけどもうもう切りたい今日切りたいなって思ってる <laughs> 今日シャワー浴びて切りたいなって思って。 傷んできちゃうしねなんかずっと切らないと <laughs> もうそれを、ね、切りたいね先だけでもいいから切りたいね前髪切ったらガタガタになったあるある前髪って一番見えちゃうからね <laughs> カープさん <laughs> ありがとうございます前髪すぐ伸び,伸びちゃうね伸びますすぐ伸びる 本当に <laughs> そうこの間切ったばっかなのにすぐ伸びるでも切りすぎもね怖いまあこの期間はねまだ切りすぎても伸びる時間があるからいいけどこの前えっとねいつだったかないつでしたっけ <laughs> 2月だったかな1月だったかなちょっと忘れちゃったんですけどめっちゃ切りすぎてそう髪の毛巻いた巻いたら 前髪にアイロン通したらすごいお前よになっちゃう。お前はね、多分似合わない、私。そう。似合わないから、しょうがない <laughs>。しない。うーん、ことみさん、初見。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。<laughs> そう。き <laughs> いさん、こんばんは。なおっさん、こんばんは。 ナスさん、こんばんは。ADK さん、こんばんは。<laughs> ありがとうございます。メルさん、こんばんは。初見、DJ 金魚さん。初見です。ありがとうございます。お <laughs> ま、ね、<laughs> お豆さん、きゅんきゅん。ありがとうございます。です。すごい。 <laughs> ヘイムンさんだるまーありがとうございます切りすぎたらおでこ出すしかまあまあそうまあこの日今の期間は割とショールームしかしてないからいいけど <laughs> そう前がジャケシャの前だったのかなそうジャケ写の前に切りすぎちゃってあーってなった私の言い訳はいや MV にちょうどよくなるようにしたんでっていう言い訳ね <laughs> ヘイブンさん、しゃ、まありがとうございます喋りながら切ってたからね一発バサッていっちゃったミスって感じ魚魚魚のお勉強頑張ってて偉いですありがとうございますまあお魚だけじゃないんですけどパポーパ私が見てる時計が20時になってるから「午後20時を」って言おうとしちゃったそうお魚だけじゃなくてマロンさんかわいいありがとうございます そう、いろいろと今日は煮物とかもやりました <laughs> そういろいろいろんなやつをやっていろんな分野を <laughs> たまたま載せたのが魚だったわけ私のそう夢はあの釣りに行って釣りも好きなので釣りに行って釣れた魚をすぐさばけるのさばいて食べるのが夢 <laughs>

あお刺身は別かもあの何だろうね酒蒸しとかかな今言ったのは <laughs> ウニエルとか <laughs> そう <laughs> そうマイカさんとね富士山も登んなきゃ <laughs> 去年言ってたのにね富士山登りたいねケンケンパさんキュンキュンありがとうございます まだ登れてないから。う <laughs> いろいろ。桜島はいか。<laughs> 鹿児島は行ったことない。そもそも行ったことがないかな。そう。ケンケンパさん。ありがとうございます。魚食べなのあ マイカさん、生魚はダメじゃないかな <laughs> その場ですぐは食べれないで <laughs> そうじゃんあんちゃんとマイカが生魚はダメだった気がしたそう <laughs> まあ私はその場でお刺身として食べますけどマイカさんはちょっと調理して <laughs> それじゃあ焼いて 焼いて食べましょう。<laughs> ですね。さ <laughs> の味噌煮美味しい。味噌煮結構好き、うん。お魚も意外と好きなんですよね、私。でも焼き魚よりも、なんかこう、もう一手間、二手間加えてるのが好きかも。お刺身も好きだけど。ただ焼くだけより、なんか。 <laughs> がいいなあ、でもキャンプでこうアユとかつかみ取りしてそもそもこう生きた魚が触れるかどうか分かんないんですけどそうあのアユのつかみ取りとかしてこうやって口にやってこうやって焼きたい焼いてこうやって食べるのも夢 <laughs> そう <laughs> 塩焼きそれはうん <laughs> やき好き <laughs> それも夢やったことないかもあゆのつかみ取りはしたことないつかめるのかな私意外と怖が理想 <laughs> やひろさんくまもありがとうくまさんありがとうございますアウトドアやりたいメンバーでみんなでキャンプしたい <laughs> そう 動物無理だから生きた魚無理無理かなでも生きた魚触れなかったら捌けないですよね釣りいるて <laughs> でも動物も初てよりかは触れるかうになったる会があった <laughs> 本当に幼稚園の頃とかは生きているからてる方を見てるだけ見るだけっているから生きているから生てるから生てるから生る めっちゃ避ける端っこに行く誰か一人いないと間に怖かったね <laughs> そう <laughs>、まあ虫は無理だね <laughs> でもだからそれに比べたら今散歩してる人見ても別に「あっ」ってなるだけだから「あ散歩してる?」ってなるだけだから <laughs> そう 全然今は大丈夫リサは本当に私のその幼稚園児と幼稚園児の時幼稚園だった時のと同じ感じだから気持ちはわかる <laughs> 気持ちはわかる私はちょっと克服はしたかなと脳ペツ打そう触れるようにはった触ろうとは思わないけど機会,があれあった機会があったら機会があったら 触りましょうっていう企画だったらね。そう。ブルーベリーさん、タコ。キャリーさん、キュンキュン。ありがとうございます。そう。動物園より水族館。あ、でも、動物園の方が行ったことあるかもしれない。水族館。水族館。水族館は、 私の記憶の中だけですけど多分もっと言ってるんですけど美ら海しか行った記憶ない <laughs> 水族館はそう修学旅行でセルフィーさんありがとうございます多分動物園は記憶あったりするしイコラブ入ってからも 一人でいたりとかしてるからあるけど覚えてないな <laughs> あゆうたさん「修学旅行で美ら海行った?」まあ行きますよね <laughs> あ去年行ったいいな私は4年前かな 年前に行きました。<laughs> ミニアのフェレットから触ってみます、ね。ミニアのフェレットなんかあの最初はおとなしい動物から行きたいですね。フェレットは割とバタバタバタって感じだから、おにまさん ありがとうございます。ケトゥさん、キュンキュン。セルフィッシュさん、キュンキュン。ありがとうございます。そう。かまど野毛山行ったことある。野毛山動物園は、そうあの、イコラブ入ってから行った。そう。ゆびひめさん、チューリップ。ありがとうございます。<laughs> 牧場は、ないかな。覚えてないだけかもしれない。 江ノ島は行ったことあるけど水族館は行った行ってない気がするな行ってみたさはあるけどマロンさんお団子みやひろさん <laughs> <laughs> ありがとうございますおとなしい動物あのでもなんだろうねうさぎとかはうさぎカフェに企画で行ったことあるんですけどうさぎカフェはあのすごい走り回ってるんですけどこう足の上にいたら膝の上にいたら なんかそこまで動かなかったからいい <laughs> そうなんかもっとおとなしいのいないかなそううさぎカフェ行きましたご褒美でキャータンと私があの優勝してごほ優勝したご褒美でキャータンがうさぎカフェに行きたいっていうので行きましたそう <laughs> ミミズは動物ん動物っていうか虫 <laughs> 爬虫類はちょっとモフモフしててほしい <laughs> 最初行くならモフモフ最初はモフモフしてるおとなしい動物がいいないないかな <laughs> フクロウカフェ鳥はどうなんだろうねで行ってみなきゃ分からないっていうとこありますよね さんかわいいセルフィー,スキューさん宮やさんありがとうございますあおとな、まあおとなしいワンちゃんしかおとなしいワンちゃんがいいですね <laughs> そうあ亀カメは触れるかも甲羅だけなら飼ってたから <laughs> そうカメはあでもちっちゃいこれぐらいのカメもともとこれぐらいだったんですけど 成長したらこれぐらいの甲羅の大きさになりました。そう。<laughs> 亀の甲羅なら触れる。かな。そう。かわふ。はね、あれかわウですよね、私が触ったの。なんか握手みたいなしたやつ。鎌倉で。鎌倉、社員旅行で。 やひろさん。ヘイブンさん、あラ。ありがとうございます。<laughs> 触りました。カワウソ。<laughs> 緊張する。でも、毎回。そう。あれ、パカ触れる。触ったことない。おとなしければ。触ったって言わないのあれ触。言いますよ、触ったって。<laughs> カワウソ握手しました。

触られたが正解。<laughs> 面白い。確かに。指やってたら来るみたいな感じだった。ペンギンは買わない、買う、買えない、買わないけど <laughs>。ペンギンって触る、触る機会あるのかな飼育員じゃないと触らなそう。<laughs> 馬,馬ね馬はわかんない道でも馬馬乗ってみたいな <laughs> <laughs> なんか乗ったら逆に平気そうじゃないですかあイルカいいですねイルカ <laughs> ね、触るより、ポニー、ポニーだったらただしさん、モテよーありがとうございます。<laughs> 移動手段に <laughs>。あ、馬できたって。<laughs> 動物乗ったことない気がするね。<laughs> 降りるの怖いんだ。相玉さん、タコ。ありがとうございます。<laughs> 馬 <laughs> できた <laughs> 今日何できたの馬できたウフ <laughs> <laughs> マジそうあれなんかチャリできたみたいなやつなんかはやは,まはやってましたよねイコラブで言ったことないけど <laughs> そうなんかみたいなやってませんでしたイコラブで セルさんありがとうございます <laughs> なんかありましたよねさラつんとあんちゃんで何かやった気がするってやつ <laughs> 違うかなねサさツつんやってたイ 旅館でやってたかな確かに。や、もどこか分かる。いっぱい見すぎて、多分、皆さんが見てる以上に、あの、楽屋とかでもやってたりするから、カメラ回ってなくても。そう。だからね、どこでやってたか覚えてないけど、やってた記憶はある。なんか、あんちゃんが、ネリサナちゃん、どこから、どこ、ネリサナちゃん、何できた チェリーできたやっ,ってた気がする <laughs> 本当に愉快な楽屋本当に愉快です <laughs> 元気いっぱいって感じですねあ <laughs> いたみよみんなにことみさんたこ ありがとうございます繊維豊かな12人そろってるって感じですキッシーさんですかキュンキュンありがとうございます <laughs> ね懐かしい最近全然やってないですよ多分みんな忘れてると思ううん最悪だねぐらいだと思う <laughs> 毎日配信ありがとう元気もらうやったーありがとうございます来てくださって 今日何日目でしたか ?10、昨日15でしたっけ十六 <laughs> 16かな今日。16日目。新記録、いつでしたわかんない。最高、私何日やってるんだろう。わかんないです。昨日ね、15だった気がした。ね。 最高最高いくつだったんだろうもうちょっとで2週間とか言ってたかな前に。<laughs> そんなこと言ってた気もする。ヒスさん <laughs> 宮宏さんヒロシさんチューリップありがとうございます。ね、<laughs> 今日は16日目。 <laughs> だと思う多分ちょっと出てないからわかんないけど明日やって出たらわかるねあさっき16日目の表示出たじゃあ16日目ですでも多分16日目なんかねこれあれなんですよ2日連続やってもまだ出なくて3日目で2日連続配信中ってなるので終わってからだから今日が多分17日目だと そうまあまあその一日あんまり変わんないけど <laughs> そう最高記録かもわかんないけどまだ16日かあ一日多分一回10日間ぐらい続いて一日やってなくてで今16日連続 そう。だと思う。<laughs> 今日は10時までの予定です。21時から、えっと、ま、あ50-50みたいな感じのやつをやりたいと思います。まだ言わないけど。<laughs> そう。2週間以上やってます。その前も10日間やってたね。 1>, 1日やらないだけでね1からになるからねヘイブンさんあなたもありがとうございますみやひろさんありがとうございますハー,ー,ー,ートだこれ1000って出てるけどこの10もた全部足したらもっとですよねありがとうございます最近しょこちゃんの配信ご飯食べながら見てるおしい ご飯のおでですね <laughs> ですねなんか今日の夜のご飯は頑張って1000日連続だいぶですよ3年間ぐらい3年以上ですよ <laughs> 以上もなんないか <laughs> 3年以上はなんないか3年ぐらい約 あ昨日しょこちゃんと同じ肉じゃがでしたおなんかリップでリップだったかなリップだったと思ったけど肉じゃが同じっていう方いた <laughs> 結構いらっしゃる肉じゃがの方昨日ウフ <laughs> <laughs> ううんん今日ジョブちゃんにお手紙でしたありがとうございます次に <laughs> 事務所に行った時に取りに行きます。いつかわからないけど、ちょっと私の手元に届くには時間かかっちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと読みます。<laughs> ありがとうございます。今日冷やし中華です。いいなぁ。冷やし中華いいですね。大好きです。 大好きです。<laughs> デザートはパイナップルにした。いいですね。いいないいな、いいなぁ。セ <laughs> ルヒスさん、ハートセン、ありがとうございます。きゅきゅきゅありがとうございます。セン。銃もいっぱいありがとうございます。ユーメくんキュンキュン。ありがとうございます。<笑><笑> いいな何でもいいなになっちゃうね <laughs> もうすぐ冷やし中華のそうですよ私いつからい今年最初の冷やし中華いつだったかないつだったかな忘れたけど今年度になってからは3回食べてるかな <laughs> 4月に入ってからは3回食べてるとじゃなかったっけ <laughs> あ、私もお手紙書こうかなーって。ほのかさん、お待ちしてます。ありがとうございます。う <laughs> 嬉しい。デザートアイスいいな。デザート。デザートは昨日トマトでした <laughs> や。冷し中華何乗せる私はマストで、えっと、卵。卵とハム。あとは、 エビ乗ってると嬉しい。<laughs> マストはハムと卵があればマスト。あとトマト、トマト。はマスト。その3つはマスト。で、あとキュウリと、うん、エビがあったら嬉しいのと、クラゲも入ってたら嬉しい。キクラゲとか。キクラゲクラゲ入ってたら嬉しい。私の家族だけかもしれないけど。<laughs> ゴまだれ派ですそうゴまだれ派キュウリマストですかゴまだれ派多い気がするあきくらげわかる分かったあと何ですかねそれが入ってれば結構好きかなあ麺はもちろんマストですよそれはもうマスト中のマストですね ハムね。中華クラゲか、キクラゲか。かな。が入ってたら嬉しい。エビも。キュウリは私、あの、キュウリはキュウリだけで食べるのが好きなんですよ。味噌つけて。<laughs> そう。まあでも、冷やし中華は何入れても美味しいから。<laughs> 基本。 冷やし何でも、何、なんか何でも自分の好きなの入れれるじゃないですか。だから良い。<laughs> 家にあるものとかでできるからね。カッパさん、カッパさんじゃないんですけど、あ、マヨネーズつける、あ、それもあれですね。でもマヨネーズは、マヨネーズ単品だとあんまり好きじゃないんですよね。なんか例えば、 最近作ったエッグベ,ベネディクトのに中にマヨネーズ入ってるんですけどそういうのだったらいいんですよとかなんかサラダのドレッシングとかそういうのはいいんですけどマヨネーズだけで食べるのあんま好きじゃないんですよねそうヤシ中華はねからしもマヨネーズも入れない <laughs> まあ地域によってですけどね皆さんセルフィスさん <laughs> ありがとうございます。マヨネーズ飲まない <laughs> そ。あ、マヨラーですおーケチャ。どちらかといえばケチャラですね。ただ別に何でもかんでも入れるわけじゃない、ね、あの例えば、中学の時よくやってたのは、ご飯の上にスクランブルエッグをのっけてケチャップかけて食べるのをやってました。そのケチャップが多い分には嬉しい。少ないより多い方が嬉しいかな。多すぎもちょっとあれだけど。たけるんさん、キュッキュッ。 さん、キュンキュンありがとうございますそうケチャラ <laughs> あごまだれは何でも好きサラダにかけるごまドレッシングも好きだしそうそうオムライス <laughs> そんな感じご飯の上にポテチとマヨネーズかけて食べたことありますおーいいななんかめっちゃ食べる子って感じ <laughs> いいですね。なんか意外とご飯にポテチとかって合うんですよね。合うらしい。やったことないけど。ジュンさん、ディナー,ー。初見です。ありがとうございます。<laughs> 青じそドレッシングで、ね。なんか健康的にいきたいときは青じそとかにします。<laughs> 私。 いつもサラダは生で食べてる珍しいですね。<laughs> マックだったダブルチーズケーキ。ケーキケーキそんなのあるさくらさん初見チョちゃん初見ですありがとうございます嬉しい。ダブルチーズバーガー ブルーチーズケーキなんてあるのつん <laughs> ツンがショコのツイートにリプした。おツンちゃんツンちゃんありがとうピピーピー。どこ見ればいいんだ <laughs> 認証印象済み。 本当だあとで返しますあとでちゃんと、ちゃんと考えて返します。いいね、いいね、今しときます。<laughs> つんちゃんです。あ20時半ありがとうございます教えてくださって。時計見ないとね、忘れちゃうんですよね、いつも。代わりに返しておきますお願いしますって。<laughs> ということでですね。 今から久々のルービックキューブをやりたいと思いまーす。ー毎回 CD が出るたんびに、新曲が出るたんびに歌いながらルービックキューブをしてるので、今回はカメオでやっていこうかなと思いまーす。ただね、何回かちょっと今日やってるんですけど、なんかたまに あの歌詞なんだっけって急になる時はあったりとか手がどっちかに集中したりする時はあるのでその時は許してください <laughs> 歌いながら行きたいと思いますっていうね保険をねかけとく <laughs> そうでその後そう記録にもや記録にも挑戦してみようかなと思います久々にタイム測ってやろうかなと思いまーすイェーイ 久々このね滑りがいいので毎回あのルービックキューブはあ今バラバラにしながら話します毎回ルービックキューブはね緊張するんですよ手が震えるんですよ毎回 <laughs> でもそうルービックキューブ見たことない方たもしかしたらいるかもしれないですね久々にやるそう緊張する手がなんかもうこうなるんですよいつも <laughs> そうでもねテレビの番組とかで コラボ出演させていただいた時にこう披露する機会があったりとかでそう毎回緊張してます <laughs> 震えてますそうですね舞かさんの記録更新しないと最初はまあ歌いながらですけどマイカさんの世界新記録4秒を目指して <laughs> 頑張りたいと思います <laughs> こうやってやってやりたいと思いまーすということではいぐちゃぐちゃになりました あ、六面ショコちゃんと同じ揃え方もう多分本当にプロの人は見てでできるからすごいですね <laughs> あれでも今日多分リツイートしてくださった方いたあの動画通知欄にあった <laughs> さっき見ましたおーそれでは7枚目イコールラブ7枚目シングル「カメを歌いながら「ダイビングキューブ」完成できたらいいなと思っております 「てんゅるゅるるんてるるるんゅんゅんちゅてるるるん」「かめをつつつつつ」「イコール」「ラーヘイ」「つよの乙女なんて hey, い」「ないと思ってます」「あゆきりんあゆきりんみみ」 マジっすか ?It is what it is on. あの子は、見えてない。彼にだってあ言えない秘密がある。本当は、goin' g for myself。バレちゃいそうなスピル。あなたの前ではスイーティーパイ。ギリギリたもおってラブを渡り。ディスキー 好スキー爆破しちゃうもん。でありであり。でいいんじゃでいいんじゃ。チュ,チ,ュチュロ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 。ふたり抱きしめあってあなたが目を閉じた時私どんな顔してるでしょううかめを気づいてる 気づいてるカメオ見せましょういい角度でピンク色のティントでかみつくラビンダビンダビンダビンユークラクラクラシュオンミーできちゃってきたカメオ今どこまで行ったっけカメオあなたにはあなたにはカメオ見抜けないトゥーオアポースパステルな嘘をまとわりついちゃう このままを好きでいて。できましたちゃんと映ってたかな <laughs> 一曲、一番終わる前に。歌、めっちゃ遅かったかもしれない。もしかしたら。マロンさん、いいね。ありがとうございます。できました音符、ミューロさん。ナスケさん、パチパチパチ。と、マロンさん、音符、ありがとうございます。イェーイ 賛成。すごい緊張した。でも今は結構ラッキーだった。<laughs> ラッキーでした。割と。運が良かった。結構ルービックキューブ、運がある。運、運によるから。そう。ヨメヤ君、キュンキュン、小宝さん、パチパチパチ。ありがとうございます。ちょっと緊張した。<laughs> ということで次は、ちょっと次も運が良かったらいいなって思ってるんですけど、そう。今は結構ラッキーだった。なんですけど、 えっと、次はタイムを測っていきたいなと思います。これ3分が3分沈黙が続くとバウンされちゃうらしいんですけどあのちゃんとね早くパパパ3分もかかんないけどパ,パパパっていきたいと思います。かんなさん初見顔好き嬉しいありがとうございます。ねねさんチューリップヘイブンさんう、まありがとうございます。<laughs> ということで1回崩していきたいと思います。 ああ、あ、ショコと一緒。あ。あ、そう。たり、抱きしめ、あ、あてなったら。目隠しはできない <laughs>。ちゃんと見ないとできないね <laughs>。そう、たまにね、なんかゲスュタルト崩壊,崩壊みたいな感じで。なんだっけ。 なんか手が勝手に動くからなん,かなんだっけってなるときはあるそうではタイムを測っていけたらいいなと思っておりますマリカーと一緒どういうことだ手,手が勝手に動く何番だっけみたいな何番番じゃないかということでタイム皆さんもちょっと一緒に タイム、私も測るけど、一緒に測っていただけたら嬉しいなと思います。頑張って、頑張る。毎回よりも早くできるように頑張ります。<laughs> ということで、ここからはちょっと沈黙になると思いますが、タイム測っていきたいと思います。位置について、用意、スタートやべ、テンテレテレルンって歌っちゃいそうになる。<laughs> オレンジ。 赤青赤緑映ってるこうなってこういいぞ頑張れあっ崩れちゃう滑りがいいから崩れちゃいそうトゥルルル

ラストだよー。はいお、1分私、1分15秒。うデンさん、ファイトありがとうございます。どうでしたか私は1分15秒でした。<laughs> このルームの中では一番早い記録かもしれない、もしかしたら。ゆめやくん、キュンキュン。ひろしさん、いいね。ブラボー。みやひろさん。 パ,さんパチパチパチありがとうございます。木曽さんパチパチパチありがとうございます。あ一1分14秒85だった。おう嬉しい。まあ止める。できたって言ってから止める時間があるからね。ちょっとあれだけど遅くなるけど。よしぼうさん、いいね。ありがとうございます。ケンパチさん、キュンキュン。たださん、パチパチパチありがとうございます。マイにはね、ちょっとかなわないんですけど、世界新記録だから。そう。で,でも、 あ同じく1分15秒だったじゃあルームでこのルームでの多分最高記録かもしれないこのルームではお家で勝手にやってる分は何かこう見せれないじゃないですかだけどルームでは一番早かったかもしれないドヤ顔教えて <laughs> しょうほうさんうまっありがとうございます マイカさん、異次元だけど、揃ってないですからね、マイカさん。<laughs> 目指しただけで、揃ってないですから。<laughs> やったー <laughs> やったぜ。最高記録、ルームの中で。皆さんの前でやった中では、一番早いと思います。ピロピロ T さん、ブラボーありがとうございます。1分15秒83。私の 毎回まあ自分でピッてスタートしてピッて止めるからいつも同じ感じだけどうんれしい最高記録出た <laughs> ルームでの嬉しい嬉しいなんか今プロフィールに書いてるのは2分以内なんですよ本当に運によるからあの2分以内の時まあ大体2分以内1分40秒とか50秒とかなる時もあるんですけど今回はでも 一回目の方が運が良かったんですよそう。歌ってた時の方が。だけど、早かったから、今。一面揃え、一面が揃ったのと二段目が揃ったのが早かったから、早かったです。イエーイ嬉しい人生じいちゃん、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。1分15秒でした。ありがとうございます。タイム測ってくださった皆さん。<laughs> 嬉しい。 1> 1分以内目指して頑張ります <laughs> ササパンダさんかわいいありがとうございますルービックキューブ触ってなかったら固くて回らんくなったあでも今まで使ってたのがこっちなんですよこっちプレゼントしていただいたんですけどあのこっち使ってたんですけどこっちの方が周りはあのもう本当に私が小学校低学年とか幼稚園ぐらいから使ってたやつ幼稚園は覚えてないけど小学校低学年ぐらいからは使ってたやつだから そうだいぶ古いんですけどだいぶ前から使ってるんですけど最近は新しいの使ってます <laughs> でも配置が違うんですよ平和さん尊いありがとうございます結構目で慣れちゃってるところがあって白は一緒なんですけどあの裏が今まで青でやってたんですよ <laughs> 青白の裏を裏が青で今まで覚えてたんですけどあの新しくこの滑りがいいやつは 白の裏が黄色なんですよそう、だからあの、こっちで最近は慣れてます <laughs> そう目を慣れさせてますこっちで最初の時は黄色黄色とか言い,言いながらやってました <laughs> 慣れない時は青を探しちゃっててずっとそう黄色黄色あ黄色は違うってなってやってたけど最近はこっちで慣れてますそう 順番はなんか今までそうやって覚えてきてたからそうなんかこうなんて言うんだろうね白を作った後にこのこの列ごとに作っていくんですね私の作り方はそう伝わるかわかんないけどそうで最後にこの黄色の面を作るんですけどそう今まで最後に青の面を作ってたから目が慣れなかったそう多分公式はもうこっちかな今は今はかわかんないそうこっちが公式だとこっちで慣れてます そう伝わるあ、俺と違うわとか同じですとか着てる <laughs> どの面最初にするか気分で決めるでも大体この白のとこにこのマークがついててこっちもマークがついてるからそう大体白から始める方が多いんじゃないかなって思う <laughs> ひろしさん尊いありがとうございますそうという感じで 久々のルービックキューブ初めて見るよって方もいたので、すごい緊張したんですけど、タイムは1分15秒ということで、このルームでは新記録出ましたーイエーイ嬉しい。まだまだね、頑張って。もっと早いやり方とかもあると思うから、覚えていけたらいいなと思います。やらないと本当にやり方忘れちゃうから、家族も、あの、お兄ちゃんとお父さんは全部できたんですよ。私が小学校の時。 だけどやっぱやらないと忘れちゃったりとか、私もオーディションの時に覚え直しました。特技がないとやばいと思って、一回忘れてたんですけど、もう一回、そう、イコラブ入る前に覚え直しました。<laughs> そう。小学校の時はできてて、中学生で忘れちゃってて、ずっとやってなくて。そう。だけど、できるようになりました。<laughs> 生誕のルービックキューブ崩したら戻らなくなった <laughs>。生誕でいただいたルービックキューブは、あの、私の顔とかが、こう、印刷されてるやつをいただいたんですけど、あの、向きがあるじゃないですか。そう、前、私もキャラクターのとか持ってたんですけど、この真ん中だけ逆向いちゃうとかあったんですよ。そう、だから、もうね、崩せない <laughs>。そう、ま、真ん中だけひっくり返すやり方とかもあるんですけど、そう、この色だけのやつはあんま関係ないから。 そう、怖くて崩せない。<laughs> そう。他の、なんか、もっといっぱいあるやつとか、すごい、六角形とかのやつとかもいただいたんですけど、ルビックキューブ。怖くて崩せないです。<laughs> インテリアにします。そう、難易度だいぶ高いと思います。ただ面、色を揃えるだけと、この、なんか、なんだろう、うこの向きが変わっちゃうとね、だいぶ、 <laughs> 声好きーって萌えさんありがとうございますい嬉しいイコラブ入って声褒めていただくことが多くて嬉しいですありがとうございます六角形戻せないそう戻せない怖い <laughs> 六角形五角形だったかなちょっと六角形か <laughs> そうですごいいっぱい面があってそうなんですとかこのこれ均等じゃないですかこれ 3等分均等なんですけど均等じゃないやつとかこことこここのこっちめっちゃ長くてここ中ぐらいでここめっちゃちっちゃいみたいなのとかあったりするだから回したら飛び出てくるんですよピョンって <laughs> そう 4×4×4 はやったことない 4×4×4 はやったことない <laughs> 1個多いってこととも4つこう,こういうこと 4×4×4 だから 4, 4だよね、こっちは。やったことない。これしかない。この種類。怖くてできないですね。<laughs> そう、いろんなルービックキューブあるんですけど。そう。私がじゃあ好きなお花を作って終わろうかな。私が好きなお花。<laughs> あとあのあれでお弁当マークもどうやってやるんだっけお,お弁当マーク <laughs> お弁当マークじゃん <laughs> 日の丸とあとえっ、ー、となんて言うんだっけ日の丸弁当か日の丸弁当好き <laughs> いい匂いがするな お気に入りお花はお花はこれがお気に入りお気に入です <laughs> この真ん中が黄色で周りが赤が私が描きがちなお花ですですあこれでこ,これやるの初めてかもかわいい この柄は初めてかもしれない。この、この色で。この、青と、この、白の裏が青って、青と黄色で違うって言ってたじゃないですか。今までは、この色でやってたんですよ。こう。青、白、白青、黄色、緑、オレンジ、赤でやってたんですけど、裏が違うから、 白黄色。白黄色めっちゃ可愛いな。<laughs> 白黄色。これオレンジ赤は、色味が違うだけでオレンジ赤なんですけど。オレンジ赤なんですけど。白青と、これが青緑と、青緑みたいな。青緑と黄色緑。違う。可愛い。めっちゃこの色可愛い。 なんかチーズにレモンソースかかってるみたいな。なソースかな。<laughs> かわいい。なんかこういうお菓子ありますよね。爽やか。めっちゃかわいい。<laughs> かわいいな。<laughs> 最近かわいいってすごい言っちゃうね。のんちゃんみたいになっちゃってるね。 こんな感じです。以上ルービックキューブでした。ね <laughs> 言ってる方が可愛い。可愛いって言ってる方が可愛い？<laughs> ねこのこの色めっちゃ好き。黄色緑も可愛いけど。可愛い。可愛いみです。 <laughs> そうやりだすところ本当にこのこのね柄は久々久々じゃない初めてやったから今までずっとこっちだったから新鮮でした <laughs> ネイルに合う確かにどうですかちょっとモテないどうですかネイル合ってますか <laughs> ええいトマダムさん似合うありがとうございますおそろっちになりました <laughs> かわいいこっちよりもこっちが好き合ってるありがとうございます <laughs> テレシールハゲ気味こっちはねだいぶ使ってるからこっちはすごい綺麗全然綺麗 うんうんあってるあってる笑って<笑>,笑われとる <laughs> 最近かわいいと言わずにかわいいと言いがちかわいいかわいいは言わないな私いつも変なこと言ってるけどかわいいは言わないかも <laughs> よいとかは言うよい <laughs> これいいよ,いよとは言う <laughs> しょうほうさんだるまありがとうございますう <laughs> うん、そこから黄色白いや黄色オレンジでいきましょう黄色オレンジのお花作ってみる黄色オレンジのお花あ黄色あできるか <laughs> 間違えた黄色と赤の話をしてた一人だけ触り出すとね黄色オレンジ中心黄色周りオレンジオレンジみがねちょっと違うからこっちでも作ろう 黄色、オレンジでもお花はねやっぱりね黄色赤が可愛いんだよなこんな感じオレンジみがちょっとこっちの方が濃いからこんな感じ黄色中をオレンジにしてみる触り出すと止まんなくなっちゃうこっちの方が可愛いこっちがいいなこっちもそうしよう こっちのが可愛い。中がオレンジの方が可愛い。ひまわりみたい。可愛いです。<laughs> やめられない、止まらない,い,いです。一回触っちゃうと。<laughs> 特にこう共有したくない。一人の時はなんか。こう普通に静かにこうやってやってるんですけど。そう共有したくなっちゃう。どの色かわいい。かわいみ。<laughs> ここちゃんからやっぱ好き嬉しいあ裏はこうなってた <laughs> かわいいお花お花ひまわりが一番好きだからねお花夏だし <laughs> 一,人<遊> <laughs> 一人遊び、一人遊び本当ほんとにやりすぎると飽きるけどね飽きちゃうけどねきっと何事も <laughs> お弁当マーク バラいいですね。バラが好きです。小宝さん、くんくん。とみたんさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、21時になったら、21時になったら、じゃあもう言っちゃおうかな。ちょっとテロ、じゃあテロップですね、テロップで言います。消去消去消去。21時から、 フィフティフィフティみたいな感じなんですけどよしサーティスリーサーティスリーサーティスリーをやります <laughs> イェーイ難易度が上がりました <laughs> 難易度を上げたんですけど ま、皆さんは、こういう対決とかじゃないので、なんか検証みたいな感じなので、あの、皆さんは、ま、本当の自分の気持ちを投票していただければ嬉しいなと思うんですけど、あの、今まで50-50っていうのをやっていまして、50-50は、まあ、あの、例えばうん、朝ごはんはパン派ですか、ご飯派ですか、で、50%対50%になったら成功、みたいな感じのをやってたんですけど、はい、今回は、それの3択バージョンで、 なんとかとなんとかとなんとかだったら、どれがいいですかみたいな質問をするので、自分がいいやつを投票して、33対33対33%を目指したいなと思っております。イエーイ !3 <laughs> 択です。で、自分の中での、あの、範囲はですね、20、あ、間違えた。32から32%から35%以内で、 その三択がなったらいいなと思ってます。そう、実際33対33対33はないんですけど、3、三3、三3ってなるから、多分33対33対34とかになると思うんですけど、そう、なんですけど、まあ、あの、32から35がセーフラインとしていきたいなと思います。9時から始めていきたいと思いまーす。 だからね、成功を目指して頑張りたいなと思います。まあ皆さんは、あのなんかいいなって思うやつに投票していただけたら嬉しいです。はい。面白そう。難しいですよ、きっと。だって50対50も一番近くて52%とかですもん。そう、自分の中でのルールは51%対 49が成功なので、未だに成功したことないです。<laughs> この前52が出たけど。そう、何だったかな。パン、パン、そう、例題、パン、パンとご飯、朝ご飯、パンとご飯食べるなら、が、52対48でした。そう、おしってなったけど。<laughs> 今回は、まあ、例えば、なんだろうね。30、一番究極は33対33対34が。 一番すごいやつ。で、まあ、32対34対33とか。わかんないけど <laughs>。ま、そんな感じ、それもセーフ。ということにします。ということで、あと2分したら始めたいと思います。初めての試みなんですけど、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ私は、その後残り2分で。 投票の、あの、あれをしたいと思います。あの、選択肢を書きたいな,なと思います。よし。二番。 <laughs> 久しぶりにチョークの音聞いたいい私この音結構好きですよ黒板に書く音結構好き月見でーす <laughs> 月見ちゃん塾とか学校の雰囲気を思い出すチョークの音 <laughs> 嫌な思い出そんなことない思い出すのはまあいいですよね 黒板を詰めてぎいってしたい、い私嫌いですその音嫌いな方多いんじゃないかな。<laughs> すきみちゃんです。<laughs> すきみちゃん。すきめちゃん、すきめちゃんみたいに言った。よりさんも、もあ、二十一時になりました、ということで。ええー、サーティスリータサティスリーサティスリーサティスリーを、やっていきたいと。思いまーす。 今日は3問出したいと思うもんじゃないけど33つやりたいなと思うので3回投票していただけたら嬉しいなと思いますということで1つ目ドゥルン行ってみたい場所はじゃん1ピラミッドエジプト2グランドキャニオンアメリカ3マチュピチュペルーさあ行ってみたいのはどこですか <laughs> さあどうでしょう どううでしょうか投票がいっぱい集まってるぞ私はどこかな投票終わったらよどこだろうな <laughs> 圧倒的に一択でも結構いろんな色飛んでますよ33になれ一発で33になってすごいけどねうん <laughs> <laughs> どうでしょうそろそろいいかなそれでは、投票終了まで。5、4、3、いっぱい来てる。2、1、投票終了ちょっとな、じゃんおー、あでも ま、あ最初の割にはいいんじゃないかな。1位が3番のマイチピチュー !43.8%。2位はちょっとめっちゃいい感じですけど。えっ、ー、と、43.8%。で、2位がグランドキャニオン。31.9。ま、あ最初の感じ最初のクイズクイズ問題にしてはいいと思う。 四十ピラミッドが十四あ、24.4。ということで、一番行きたいのは、マチュピチュでーす。マチュピチュが多かった。ピラミッドが弱かった。でも私、個人的に、ピラミッド行ってみたいんですよ。この中だったら、ピラミッド投票してるかもしんない。なんか、理由は、理由はですね、あの、なんかこっちは、なんか、綺麗ってなるじゃないですか、多分。 ピラミッドってどんな気持ちになるのかなっていう <laughs> そうどういうな,なんだろうおおってなるのかなんかどうなるのかなっていうのはちょっと自分の中で気になりますお知らせしますそうというのはありますまあここはねなんか迷った方多いんじゃないかなちょっと一つだけ系統違うっちゃ違うかもね確かに でも私はピラミッドに行ってみたい <laughs> そうもちろんこっちにも行ってみたいけどお父さんが父脇が2番グランドキャニオン行ったことあるって言ってました行ってみたいな全部 <laughs> どこの国そもそもどこの国にも行ったことないからそうピラミッド一択だったおそろですね私が投票するなら1番だったかなって思いますね そう私は台湾とフランスと上海うち台湾は2回行ったことありますでもそこしか行ったことないからここの中にはない <laughs> アメリカとかなんか国の名前で言ったらアメリカが一番最初になんとなく出てくるじゃないですか日本なんかアメリカみたいな出てくるけどアメリカってちっちゃい頃から何だろう 一番最初に出てきたけど、行ったことないから行ってみた差ありますね。<laughs> 全部、そう、イコラブで行ったのと、あと、台湾は一回だけ家族旅行で行ってます。ハワイとガムしかない、いいな、いいな。行ってみたい。ということで、まあ、一回目は失敗なんですけど、まあ、まあ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 ,まあ,まあって感じじゃないですか一、一つ目の、サーティスレサーティスレサーティスレサスレレリーは。<laughs> じゃないですか まあ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 。なんか、圧倒的になんか、こうなんじゃなくて、なんかまあ、1、2、3みたいな感じじゃないですか。わかるかな伝わる <laughs> シンガポールとマレーシアしか行ったことない。おーその2つは行ったことないですね。マライオン見てみたい。<laughs> なんかこうやって、こうやってやりたい。風 <laughs> かわかした。 ね、真ん中が32だった ?30、もう約32だったから。まあまあまあって感じですよね。じゃあ、二つ目の。いこうかな。マーライウ結構でかかったなんか逆言う方の方が多くないですかハードル下げすぎていったのかな。<laughs> カマローさん。えー、っと、二問目書きまーす。 キュンありがとうございますハートやハートラブ黒板五郎黒板五郎です <laughs> この音好きということで二つ目のサーティースリーいきたいと思います <laughs> ではいきたいと思います二つ目ルルン 食べてみたい本場の食べ物は ?1、イタリアでピザ。2、タイでグリーンカレー。3、ハワイでロコモコ。投票、あ、投票、開始。<laughs> 食べてみたい本場の食べ物はどうでしょう パーーティにななるかな一択でもさっきもこれは一択って来てたけどあのそんなになんかずば抜けた1個がボーンって感じでもなかった気がするなんかポンポンポンって感じだったねでも我投票見る限りなんか多いそうなの分かりますね <laughs> さあどうでしょうか本場で食べてみたい食べ物は あ、ピザじゃなくて、ピッツァだよ <laughs>。まあ、ちょっと、ちっちゃくて見えない。<laughs> ザじゃないか <laughs>。ツアーだった。我々の言い訳。<laughs> それでは。投票終了しようかなう。投票終了まで。五四三。 2,1、投票終了じゃんこれは圧倒的 !56.6% で一番圧倒的ですね。56.6%と、タイでグリーンカレーが24.8%。18.6%で、ハワイでロコモコ。 とということでこででれは圧倒的でしたね残念もう過半数持ってかれてる <laughs> あチーズが好きだから確かに私もイタリアでピザかな <laughs> <laughs> この中だったお兄ちゃんが多分タイでグリーンカレー食べてんじゃないかなと思うけどう私もこの中だったとこも行ったことないですね <laughs> グリーンカレーも捨てがったかった。めっちゃ噛んだ。<laughs> かのこさんお団子。ありがとうございます。自分はカレー気分だった。ハワイでおこもこが少なかったですね。私もイタリアでピザかなぁ。本当に違うのかなっていうのが気になるね。そう。<laughs> 違うのかなぁ。食べたことある方いないですか イタリアのピザないかなこのルームにピザ圧倒的か <laughs> あるどうですかどうでしたあるよって方ない方が多いですねまあイタリアがね遠いからねタイでグリーンカレーの方が多いかったりするのかなハワイでロコモコとか食べたことある方 多いのかな近いから近いからっていうかハワイはちょっと距離あるけどあ浜尾寺さん差し入れありがとうございますあ有賀差し入れありが差し入れありが差し入れ有賀差し入れれ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 れー <laughs> ありがとうございます今はピザのイメージでした <laughs> ありがとうございます。差し入れーここ !1 位と2位の皆さんの、なんか、1位と3位の間かな。ありがとうございます。ここですおじさん。ありがとうございます。あまり変わらないんだ。でも食べてみたい。ほんとかなって。<laughs> ということで、残念ながら、だいぶ差がつ,ついた、ね。 イタリアでピ何だったらこれに対抗できたかな逆に。<laughs> チョコちゃんの星型ピザ食べたい。お、嬉しい。いつかあの。コラボ商品になるのを待っててください。<laughs> いつか、いつか詐欺になっちゃうかもしれないけど。う <laughs> うん、チーズハットクね。チーズハットクもいいですね。埼玉でラーメン。なんか。 あ,あの、食べれそうな感じしちゃうけどね。まあでもあれですかね。あの、神奈川住んでるから、そう思うだけかもしれないね。<laughs> みんな日本が好き。そう、好きですね。あー、ロシアでピロシキ。横浜でシウマイ。横浜でシウマイ食べたい。食べたくなっちゃう。<laughs> 今日の、あの、 何料理の勉強してたときに強火で蒸すのは蒸す料理を書きなさいでシュウマイって書いてシュウマイ食べたくなりました <laughs> 本日2回目のシュウマイ出てきました私の口から <laughs> いいですねツインテールですツインテールですいいね <laughs> TDC でイコラブなら100%。6月待っててください。<laughs> 勉強しないお腹すく。お腹すきます。ということで、食べてみたい本番の食べ物は33にはならなかったんですけど、ピザが圧倒的でしたね。56.6%でした。お腹すいちゃう。お腹がすいてしまうよ。 <laughs> 最強ついて最強ですか低めだからあれかなこんなだったら <laughs> すっごい子供になっちゃった短いと子供になっちゃう <laughs> だいぶ短い「風とともに去りぬぬぽんさん」 ありがとうございますめっちゃ可愛い <laughs> めっちゃ子供友 <laughs> 達さんめっちゃ可愛いヘブンさん可愛いありがとうございますということで3問目ラストですね問目っていうの言い方は合ってるかわかんないけどラスト行きたいと思います。 ちょっとちっちゃくなっちゃうかな。長めになりまーす。音フェチの方は。いっぱい聞いてくださーい。見えるかな。 好きですよかった ラスト三番入るかな。さあティースリーになるかな。ラスト初めての試みですが。 ちょっと読みにくいかもしれないけどいきたいと思いまーすいきます3問目じゃらん欲しい能力はじゃん1番チーターのスピードで走れるでも長距離も長距離は走れないし陸上競技も使えません2番蝶々のように飛べる高くも飛べでも高くも飛べないし長距離もダメ 3番、金魚のように泳げる。でも、スピードは遅いけど、でもずーっと泳げる。投票。開始。ちょっと、見づらいかな。欲しい能力はどうだろう。チーターのスピードで走れる。でも、長距離も走れないし、陸上競技にも使いません。蝶々のように、2番、蝶々のように飛べる。でも、 高くは飛べないし、長距離もダメ。長距離×って書いてなかった。長距離もダメ。3番、金魚のように泳げる。けど、ずっと泳げるけど、スピードは遅い。どうなるかなこれ、これ割と未知かもしれない。<laughs> さあ、どうでしょう。欲しい能力。 投票を見る限り言われてる気がするけどな。どうだろう。どうでしょうか。<laughs> 文字が3つです。<laughs> ごめんなさい。4つ目が。<laughs> 初めて迷わなかった。お、一択ってことですかね。<laughs> これは悩むどうだろう。私も悩むな。 どうだろう <laughs> 4クロックマンになって3分遅れて時間を言うは面白いク <laughs> ロックマンも遅れようと思って遅れてるわけじゃないと思うんですけど許してあげてください <laughs> それでは投票終了しようかな投票終了まで54321投票終了 <laughs> もうね面白いですよね 終了あー一番近いんじゃないですかでも今までで。あ、1回目の方が近かったか。<laughs> 行ってみたい場所の方が近かったかな。うーんーと、チーターのスピードで、あ、待って。1位が2番の蝶々のように飛べる。でした。まあそうね。まあそうなんだ。<laughs> えっと、 チーターのように飛べるが45.2%で、2番がチーターのようにスピード、速いスピードで走れる。33.5%。あ、でも33だ、真ん中が。で、金魚のように泳げるが21.3%でした。皆さん飛びたいんですね。まあ、泳いだり、走れたりはするけど、飛べないですもんね。<laughs> ジャンプの飛ぶのはできるけど、このフライはできないですね。黒さん、バラ、ありがとうございます。テフテフね、テフテフのように飛べ飛んでみたいんですね。でも、割と最初と似てる感じ。最初の方が、ちょっと33に近かったけど、でも同じぐらい割れたかも。い <laughs> 鯉がちょっとあれだったね。よ、でもずっと泳げるんですよ。すごくないですか？<laughs> 違う魚だったらもうちょっと上がったかな。え <laughs>、さい、普通だったらなんかイルカのように泳げるで、なんだろう、鳥のように飛べるとかだと思うんですけど、まあ鳥が勝つかなって思ったから。 蝶々と金魚にしたけど、蝶々が強いですね。やっぱ飛べ、飛ぶのが強いですね。そんなに泳ぎたくないそもそもね。そもそもね。息継ぎしないでいいならさ、息継ぎ、息継ぎじゃない、息継ぎ,息継ぎしてるんですかエラエラ呼吸だから、ずっと、あれじゃないですかね。中、泳げるんですかずっと中に入れるんじゃないですかほ宝さん、コマン。 ことみさんありがとうございます <laughs> 飛んでみたいですよねーヘイモトトベヘイモトトベあの太陽をつかうんだって感じですね <laughs> <笑><笑>でも蝶々が一番多かったですねーちよちよテフテフ 今夢に入ったごめんなさいえいっ <laughs> 今日から仲間さん「ヘイ高く飛べヘイ高く飛べ」飛べ <laughs> <laughs> ということで以上「33333」33 33でしたー どうだだったんだでも50/50 50よりもあのー、何難しいけど悩みますね2択じゃないからもっと悩むイエーイまたねあのー、33と50/50 50 <laughs> そっちも感じゃう <laughs> やりまーす <laughs> 楽しいよかった楽しかったよかったなんか結構こういうの気になるんですよね自分が予想してるしていたのと 違ったりすると、ああってなる。<laughs> そう。1対99、圧倒的でしょみたいな。ごくまれに1い,いるみたいな。ピロピロ T さん、ありがとう。ありがとうございます。<laughs> またやります。またやってほしいって嬉しい、しださん。またやります。25、25、25、25、25になりますね。どんどん長くなっていっちゃう、名前が。 全くすごいもはやですねなんかそのギリの選択肢が出てこないですね <laughs> セルフィッシュさんトモダマさんありがとう熊さんありがとうございます <laughs> この企画もいいよ上よかったまた50/50 50も33もやりまーすセルフィッシュさん ありがとうございます。以上、サーティスリーでした。テロップ。消します。ゆういちさん、ありがとうございます。チョコちゃん、チータ、チョウチョ金魚、どれやら、まあ、金魚は私もないかな。<laughs> でも、どうだろうな。 迷うね。蝶々、ああ。迷う。金魚、金魚はないかな。チーターでのスピードを体幹でパーってやってみたさはある。けど、飛んだことないから飛んでみたいですよね、やっぱり。<laughs> かな。金魚のように泳げるもいいけど。 海の中をずっと泳いでたいね。でも。絶対、あの、綺麗な海を。<laughs> で、めちゃくちゃカラフルな、あの、魚とかみたいですね。そう。でも投票するんだったら、一個投票してくださいって言われたら、一番に投票してるかも。<laughs> 一番に投票してるかもしれない。私が、だったら、蝶々のようにも飛びたいけど、体感チーターしてみたい。<laughs> かな。受けてみたい。オープンカーとかだったら受けられるのかなわ <laughs> かんないけど。確かに全部一だ確かに、たまたまです。それは <laughs>。確かに全部一だ。 一度でいいから跳ねつけてみたい。それはあります。ありますね。体験できるのないかな。なんか、あの、なんでしたっけどっかの、なんか全然わかんないんですけど、あの、下から空気が、風がパーってきて、こうやって飛べるのあるじゃないですか。なんかどっかで体験できるやつだと思うんですけど、あれやってみたいです。なんかね、 スカイダイビングとかは怖いけど、やってみたいね。さすがにちょっと距離が違うからね、スカイダイビングそう。だけど、あの、そういう体験はしてみたい。パーって風が来て、それにこうやってやって、シューって飛ぶやつ。<laughs> やってみたい。ひろしさん。ありがとうございます。ツイン最高。ももかさん。 そう、室内でできるやつ。そうそう、それ、それ、それ。ど、なんだっすかね何のや、ど、どっかのなんか何か、何かわかんないんですけど。そう。それやりたい。しおりさん、オンライン塾終わってみに来ました。癒される。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。そう。スカイダミング飛んでるっていうより落ちてるからね、確かに。 テレビの企画で見たフライステーションってやつなのかな調べまーす。フライステーション。ご飯炊きました。そうこれですフライステーションってやつです。それそれ、やってみたいんですよ。それです。 埼玉にあるんですかあ、いろんなところにあるのかな日本初、屋内スカイダイビング、フライステーションが、越谷らしいです。<laughs> 越谷レエクター埼玉にしかないのかな埼玉。いいなー <laughs> やってみたい。 埼玉にあるみたいですやってみたいですね <laughs> 埼玉なんだ近い近い <laughs> やりたいやりたーい <laughs> ちょっと企画かなんかで行きたいですねみんなで <laughs> 普通にプライベートでも行きたいけど行 <laughs> きたみ <laughs> うーんのイミーがツアーやる予定だったところすぐち近くにあるめっちゃかんだすぐ近くにあったんだ飛んで埼玉確かに埼玉いいね黒 <laughs> すぎて飛んでっちゃいそうでも全然なんか子供とかもできるんじゃないですかね ちょっと全然詳しくないけど。どこフライステーション公式。子供、なんか、あれですね。あの、なんて言うんだろう。あの、スタッフさん、そこのスタッフさん <laughs> っていうのかな。なんて言うのそのお店の方お店の方でいいのかなが、こう、支えてくださってますね。写真見ると。だから子供も飛んでます。みんな。 いいね。行きたさ。行 <laughs> きたさです。不思議な感があまりそう。嬉しい声続々。いいな、いいな。いいですね。<laughs> インストラクター、そうインストラクターの方。そう。いいですね。<laughs> やってみたい。子供でもできるのいいですね。貴重な体験。なんかやってるのを、あの、映像で見たことはある。けど、そう。行ってみたいね。行きます。<laughs> 今年中に行きたいな。<laughs> いいですね。埼玉だったら、行ける距離 <laughs>。行ける距離。ま、あどこでも行きたいけどね。中学の友達とも石川県行く予定だったんですよ。卒業旅行で。そう、それも行きたい。石川県も行きたい。いろいろ、沖縄も行きたいなぁ。夏じゃなくて、春に行きたかった。秋だなぁ。 <laughs> 行きたいなもう沖縄は暑いのかな <laughs> 北海道夏の北海道行きたいな冬はちょっと寒そうだから寒いの苦手なので <laughs> 暑い方が得意なのですよねあ沖縄まだす涼しいんだそうなんだねいいですねこのぐらいの時期に行きたいな沖縄 週3以来行ってない、ね、うん鹿児島出身なんですね琴美さん桜島さっきも来てたけど鹿児島も行きたいね九州はうんと福岡と大分と沖縄はしか行ったことないからその3県ですね 3月 <laughs> の MV 撮影のスタッフとして参加その予定で私の中では組んでます <laughs> 私の中ではこ <laughs> っそりこっそり見に行こうかなヒロシさん花束ありがとうございますその予定で私の中ではまだいつになるか分かんないんですけどその予定で <laughs> 組んでます キャリーケーケスのの中にある入る入はやばい <laughs> 次の瓶で行きますって言って。<laughs> 面白い。お <laughs> っきなスーツケースだったら入れるかな。っって。<laughs> <laughs> はずきさん、今来たよ。ありがとうございます。ありがとう、ショコラ。<laughs> エスパートケオきで。 いけるかない柔らかくないけどこうやってなんかこう体育座りのタイルバージョンだなんかだるまみたいになればいけるかな <laughs> 修学旅行九州一周したすごーいすごいなまあまずは四国一周から行こうかな私は <laughs> まずはね, <laughs> ねえとか言って <laughs> いいないろいろ回りたいな いいろろ回りたいですね回ったら皆さんに共有します逆になんかおすすめとか聞き,聞きたいなそん時は次はどこに行くんですけどーって言ったらこれがおいしいよーとかハ <laughs> ルーポッターさん初見かわいいねってありがとうございます <laughs> ありがとうございますお遍路さんお遍路さんはめっちゃくちゃ期間かかりそう お兄ちゃんとお父さんお遍路さん行ったことあるんですけど、徳島から行って、今どこまで行った、行ってるんだろう。高知は入ったと思った。あはは。そう、高知は入ったと思った。そう。お兄ちゃん多分高校、高一の時かな行ってたの。高一じゃなかったかな一人で行った。すごーい。 行動力。変なさんはさすがに一人は怖いなぁ。<laughs> グルメ旅したいねしたいですしたいね <laughs> したいですね。お兄ちゃんはさすがに家にいますね。うん。基本。車じゃない歩いて。 ってあの傘フって、<laughs> そうチョコ散歩で、ね、でもなんかいろいろ回りたいねーし頑張って四国一周してみたい一一一,一つの期間で <laughs> 何日ぐらい必要なんだろう一周っていうか、ま、一気に4軒 回りたいね、まちょ。いつかは都道府県全部行きたいですけど。いろいろ行きたいなぁ。行くなって言われると行きたくなりますよね。余計に。神奈川県一周から、もう片っ端から回ってきますか。<laughs> 行きたいな 四国はねライブとか行ったことないから行ったことあのイベントかなんかで行ったことあるメンバーもいないから行きたい北海道あ沖縄もいないけど北海道はいるいるからね手会とかで3泊4日で回れるのかなちょっともったいない感はありそうだけどね一日一回。 ウケルさん、クイナー、はじめまして、ありがとうございます。レー <laughs> ミーさん、応援してますって、ありがとうございます。綺麗になってるって、うれしい。四国は、の、とかでいいそう、関西出身と四国出身はいないですね。まあ、関西は、あの、 大阪とかはいこうイベントとかで行かせていただくことあるんですけど京都とかも行ったことあるしそう四国はないからね中国地方も行ったことないなうんん北海道もないでも北海道は中国地方も広島に行ったメンバーはいるから 北海道もだけど行きたい行きたいいろんなとこ行きたいぜでも高校卒業したから割となんだろう平日とかにもそうイベントとか行きやすいのかなって思ったりする <laughs> ですまずはどこだろうね分かんないけどいたら共有します 鹿児島のうどん食べてみたい。本場のうどん食べてみたい。かのこさん、キュンキュンありがとうございます。ユキさん、初見、こんばんははじめましてありがとうございます。初見の方、多くて嬉しい。バナナさん、キュンキュン、カノコさん、キュンキュンありがとうございます。セルーさん、キュンキュンありがとうございます。 うどん食べたーい、うん、あ福岡もね福岡ではうどん食べたことあるかも食べたことあるでも福岡はラーメンが多いかな食べたことある一回だけうどん食べたことあるけどそう <laughs> うどんっていうのうどんのこと 新鮮ラーメンを食べますね。3、2、3、3回食べたこ ?2 回から3回か食べたことあります。福岡のラーメン。毎回同じの頼んじゃう。<laughs> 次はちょっと違うの頼もうかな。初見マーク欲しい初見マークなくても読みますよ、コメント。ありがとうございます。目では読んでます。<laughs> ん自然お腹空いてきた枚球い,いっぱい食べてるのに初見マーク美味しいって聞こえたやばい滑舌の問題私のみんなそう聞こえたのかもたまにありますよねあのそう聞こえたって <laughs> うことなんか一人だけじゃなくて何人か聞こえたって。ねお腹すいた。<laughs> なりそう、久々にお腹。45分になったらランキング読んでおまわ書きます。やばい、時計見てないと。もう4一分だった。ウェーラチオーさん。 ピきラーンはじめまして、ありがとうございます。<laughs> あ、休校期間中、しょこちゃんの好きなマカロン作ります。お大きなマカロン作ってください。<laughs> 大きなマカロン。昨日、昨日載せたインスタに載せたやつ。大きなマカロン。あれは、えっと、横浜モーカーさんにの掲載させていただいた時のカウントダウン動画の で、カウントダウン動画に行った時のお店です。しょうほうさん、誰るま。ひろしさん、とうとういち。ありがとうございます。そう。エクベネリクト作ったけど難しかった最初は難しい。なんか結構、ましたね。難しい。前、一回失敗しちゃったっていうか。 シナモンくんに応援してますか応援してます投票してますよ。頑張れ頑張れシナモンくん。<laughs> 皆さんも一日一回投票できるのでシナモンくんに投票してくださいね。ヘイブンさん、キュンキュンありがとうございます。<laughs> どんなものも最初は難しそうですね。ゆで卵も、だし巻き卵も。<laughs> オムライスオムライスは割と最初難しいね <laughs> マカロンが大きいのがショコの顔が小さいのがあ大きかったですねマカロン <laughs> マカロン大きかったです普通はこれぐらいだと思うんですけどあのマカロンこれぐらいでしたこれぐらいあった3ウ <laughs> <laughs> トトロに、トトロは三両ですか <laughs> セントくんは、セントくんじゃなかったでしたっけイさん言っても <laughs> どら焼きかと思った可愛くないですかピンクのマカロン。今日もこの後ショールームが終わったらツイートします。で、あ、ツイートじゃない、投稿します。すぐ、割とすぐ。インスタに投稿します。 ツイッターも、うんと、写真を選び次第投稿します。でも、なんとなく選んでるのは、割と砂、私の写真が入るんじゃないかなと思っております。今のところ。<laughs> あいいね、コメントお待ちしております。インスタ。そしてツイッターも、リプリツイート、よりツイート、いいね、お待ちしております。イェイ。<laughs> トー待ってます。ありがとうございます。よしさん、さめっちゃかわいい。ありがとうございます。そうですね。3つの返事も忘れずに、はい、したいと思います。先にそっちをやります。<laughs> ということでね、そろそろランキングを読んで、おままば書いて終わりたいと思います。明日もショールーム予定する予定です。ちょっと時間は追って Twitter で発表します。 ツイートします。ああ、ショコちゃんのイスいつも楽しみにしてるよって嬉しい。ありがとうございます。今日は甘えショコかなと思います。インスタ。お楽しみに。すぐ投稿します。<laughs> ということで、45分になったので。 ランキングを読みたいと思いまーす。ピロピロ T さん、キュンキュン。ありがとうございます。そう、インスタカラフルにしてるんですよ。私が結構カラフル派手が好きなので。<laughs> どちらかというと、小学校から。はい、ランキング読みます。13位、かのこさん。12位、よちぼうさん。11位、人生じいちゃん。10位、ゆきだんごさん。9位、ももきゅんさん。8位、かきふさん。7位、フィズニんンさん。6位、ケトゥーさん。 5位、ヒロシさん。4位、セルフィッシュさん。3位、宮廣さん。2位、トンボ玉さん。1位、浜おじさんです。ありがとうございます。2列目。クロさん、ヤマさん、チュンチュンさん、高市さん、シンヤさん、ペンタさん、ケンケンパさん、ヨワママさん、タケチャさん。あ、飛ばしちゃった。大津さん、ユットさん、ラーさん、ラーさん。ユイツさん、ルルルタンナさん、ファインゴールさん、イモキチさん。 コトラちゃん、ヒロさん、石神さん、ヒッキーさん、ネネさん、ショほうさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、おまわばを書いていこうと思います。書いてきます。書きます。うん、初めてコメント拾ってもらえたの、ショコちゃんでした。嬉しい。ありがとうございます、さくらさん。 ありがとうございます。おままばいきまーす。まあ、面白アバターって言ってもね、私が好きなアバターを書くだけなんですけど。<laughs> おままば書いてきまーす。一人目は、この方よし。いきまーす。じゃん、じゃん、じゃん。 サッカーの山から大山です。谷もあって大きな山。もう一つあって虹の元が三つです。ここから。 なっていていここにも虹のもとありまして3つです3が波打っています黒豆1つありましてここからキュンキュンキュンちゃっちゃらキュン 完成完成しました、はい、時間ぴったりお仕事終了、はい、できましためっちゃキュンキュンしましたということで一人目はじゃんゆういつさんですありがとうございますキュンありがとうございます魚魚魚です <laughs> 金魚。<laughs> サイ位になっちゃったけど、金魚です。こんなキュンキュンしてる金魚になりたいじゃないですか。薬。薬。おやすみなさい。<laughs> 次行きまーす。キュン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 。キュンがいっぱいの魚、いいですね。次 次のアバター行きます。せこの方よし行きたいと思います難しいななんて言おうかなぁ <laughs> じゃんじゃんじゃん台風 1つありましてそこから伸びてへこんでます中くらいの大福に黒ごまバランがいっぱいありますよそこから 生えて根っこが生えていて」「ここは波打っています」「ここに書く」「と書いてみて」「そこからペロリュッでて」 ています。あっという間に完成できました。せーの、じゃん！シルバさんです。ありがとうございます。 まあまだですけど、もうちょいで。こいのぼりですね。イェーイ。<laughs> ありがとうございます。パチ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 。<laughs> ありがとうございます。ね、バラン。これバランです。こう、うねねねってなってるのはバランです。ありがとうございまーす。棒人間みたいな感じね。うふふ。 ラスト、いきまーす。そう、それがバランでした。あはは、たくさんのバランでした。ラスト、どうしようかなー。どうしようかなー。今日めっちゃいっぱい選びたいのある。あ、これにしよう。 ちょっと迷ったけどこれにしまーす。なんて言おうかな。じゃんじゃんじゃん。ささのにがありましてそこにダンボールがあって。 しーですここはこの色にしますこんな <laughs> すごい磁石でくついちゃってる <laughs> ここに大きく証拠と書きます oh cool. なよしできたいきますせーのじゃーん w さんですありがとうございます難しい立体でしかもただの立体じゃなくて曲がってるあの 回転してる途中のルービックキューブなんですよ。すごい難しいけど、まあまあまあ、上手に書けたんじゃないかなと、思いまーす。イェーイありがとうございます。ルービックキューブに足が生えてるって感じですね。ありがとうってありがとう、あ、うまいよって優しい。ありがとうございます。ちょっと難しかった。なんかちょっとこう、どっちだこんな感じ。 うんとこんな感じかな。こんな感じになってるルービックキューブ。こうか。こんな感じのルービックキューブでした。<laughs> 逆さの2は、こう、ここです。逆さっていうか、反転か。反転の2でした。ここ、一番最初に目に入ったから一番最初にここ書きました。ありがとうございます。 上限、そう、上限え、上限の月であってるよね、これ。<laughs> 上限の月。です。ありがとうございます。ということですね。今日は結構、いつもよりも思わば選びたいのいっぱいあったので、またね、同じのできたら選ぶかもしれない。<laughs> はい。ありがとうございます。まあ、今は、なんだろう、話題性を。 重視して、今日はルービックキューブをやったのではい、ルービックキューブ最後選びましたですよしきさん、キュンキュンぴろぴろてぃさん、いいね、ありがとうございます ということでですね、今日はですね、ルービックキューブ久々に歌ったりタイム測ったりしたんですけど、タイムはなんとこのルームでやる皆さんに見せる中では一番早い記録、1分15秒が出ましたということで、ちょっとずつ進化できたらいいなと思います。ということで、あと3分ほどで終わりたいと思います。ペロペロ T さん、パチパチパチ。ありがとうございます。自己紹介しようかな。 ご紹介します。間違えた。はい、イコールラブの神奈川県横浜市出身高校間違えた。18歳のショコラ崎脇紗穂です。彩り部からは黄色オレンジ濃いピンクです。まだ言っちゃう。<laughs> 意識しないと言っちゃうね。チャームポイントはサラサラの髪の毛です。そしてファンの方の名称はショコラです。ぜひ皆さんショコラになってください。よろしくお願いします。 シャコちゃんっていっぱいありがとうございます。ゆきおさん、シルバさん、かわいい、ありがとうございます。そして、今日も更新します。Twitter は、アットマーク、ショーコ、アンダーバー、たきわき、Instagram は、アットマーク、たきわき、アンダーバー、ショーコ、アンダーバーでやってるので、よかったらフォローしてください。よろしくお願いします。インスタは本当にすぐ更新します。Twitter は、10時台にはちゃんと投稿します。10時半までには投稿したいなと思ってます。 なので、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いしまーす。リプリツイート、インよりツイート、いいね。そして、インスタグラムは、コメント、いいね。お待ちしております。<laughs> し,します。ありがとうございます。インスタグラムは、オレンジ色の背景がトップガンになっております。うん、潜在写真じゃないので、ご注意を、です。<laughs> ということで、今日は、 初見の方がたくさん来てくださいました。ありがとうございます。プレピオです <laughs> これからもね、ちょっとずつ私のこと知っていただけるように、いろいろできたらいいなと思っております。今日は初めての企画、33333 33, 33をしたり、久々にルービックキューブをしたりしたので、また、次をお楽しみに。<laughs> ということで、そろそろ終わろうかなと思います。 今日も来てくださった皆さん、ありがとうございます。たくさん、あ、間違えた。楽しかった。また来ます。ありがとうございます。嬉しい。えー、っと、今日はありがとうってありがとうございます。嬉しい初見の方、ありがとうございます。いつも来てくださってる皆さんもありがとうございます。今日は7,810人の方が来てくださいました。ありがとうございます。海さんも、な、まあ、いならありがとうございます。たくさんのコメント、ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、そして差し入れ、差し入れいただいちゃった。 ありがとうございます。刺し入れ。今日はピザをいただきました。ありがとうございます。<laughs> 勝手なやつだけど。ありがとうございます。ということで、そろそろ終わりたいと思います。パンダさんお邪魔しました。ありがとうございます。嬉しい。今日は、ツインテール、最強ツインテールのツインテールで、<laughs> ストレートツインで配信でした。また、次回の配信も、 お楽しみにこの後 SNS でお会いしましょうありがとうございました感謝手洗い、うがい、消毒など、皆さん健康に気をつけてくださいありがとうございましたおやすみなさーいゆっくり休んでくださーいバイバーイ